ババロンの紋章ババロンヒーローの女、太母、または、忌まわしき者どもの母とも呼ばれるマイナスは、1904年のアレースター・グローリーの法の書執筆をもって打ち立てられたセレマの、神秘主義的体系に見出される女神である。最も抽象的な形では、彼女は、女性の性的欲動及び解放された女性を象徴している。 ただし最も多産であるという意味では、母なる大地とも同一視されうる。同時に、クローリーは、ババロンには、ある霊的役職を担う上での地上的側面があり、それは、現実の女性に務められうるものであると信じた。大抵の場合、クローリーにとってその女性は、クローリーが自分と、同一視するところの、と、メガテイリオンの相手となるものであり、その職務は、 原価のホルスの孔のエネルギーの次元を促すことである。彼女の配偶者は、カオス、生命の父にして創造的原理の男性的、形態である。ババロンは一振りの剣を吐き獣に乗っている姿に、描かれることが多い。しばしば神聖娼婦と呼ばれ、その根本的シンボルは、聖三杯、または聖逆きである。クローリーが、唐との書に記しているように、 彼女は獣にまたがって乗る。左手には両者を結合する情熱を表す手綱を握る。右手には月を愛と死に燃え輝く聖杯を掲げる。この逆月の中で孔の生産の諸元素が混ざり合う。ババロンはセレマ的文献の中でさえ複合的な様相があり、彼女の三つの本質的な姿はピラミッドの都市の入り口、ヒーローの女、偉大なる母である。 セレマ神秘主義では、アデプトが、聖守護天使の知識と会話を達成した後、彼は次の、そして、最後の大きなマイルストーン、秘術材と分解の偉大な精神的講や、アビスを超える、に到達するであろう。コロンゾンは、アビスの住人で、彼の仕事は旅行者を彼の無意味な妄想の世界に、引き込むことである。しかしながら、ババロンは、 そのちょうど反対側で手招きをしている。もし、アデプトが彼自身を彼女に与えたら、この行動の象徴は、アデプトの血を彼女の聖杯に注ぐこと。彼は彼女に見ごもり、神殿の狩猟として、ピラミッドの都市の住人である聖人として生まれ変わる。また、霊視と幻聴には、こう書いてある。彼女は誰も拒絶しないため聖なる娼婦と、考えられているが、彼女は、 高い代償、アデプトのすべての地と地上の個人としてのエゴのアイデンティティを抽出する。このババロンの姿は十二水イアにより詳しく説明されている。このババロンの側面に含まれるコンセプトは地上のエゴの消滅を通じて全てを一つにする探求という神秘的な考え方である。ババロンの聖杯の中に満たされた地は、 彼女によって、命と美で世界にあふれ、49九花弁の真紅色のバラを象徴している。聖魔術では、月経血とヒーローの女、または、ババロンとの性行為で放出された聖域の混合液は、エリクサー・リュビアスと呼ばれ、ケニス・グラントによると、ババロンの残骸、ヒーローの女、月の信仰の妖媒として言及される。このババロン、獣の真の愛人。 彼女の、会の境のすべての彼の愛人たちはしかし、決心である。クローリーはしばしばババロンとヒーロの女は一人だと、書いているものの、多くの場合、ヒーロの女は、宇宙の女性原理の代表者、または、肉体的な権限として見られている。ライバーレギュライの客中では、クローリーは、アイオーンの神とヒーロの女と、獣は、それらの神々の地上の使者であると述べている。 そして、彼は、ザ・ロイズ・フォー・オールにこう書いている。ヒーローの女たちアレースター・クローリーは、多くの彼の恋人たちは、予言を行う点でさえ、宇宙の役割を演じていると信じていた。彼が、ヒーローの女だったと考えていた女性を次に挙げる。グノーシスのミサの中で、ババロンは、グノーシスの競技で言及される。ここで、ババロンは、生命の木で偉大なる海とイシス。 ババに、マートとしての母なる女神を表すセフィラ、ビナーとしてみなされる。さらに、彼女は、すべての肉体の母を表す。サバジウスとヘレナは、こう書いた。おそらく最も初期の起源は、メソポタミアの主要都市、古代都市バビロンである。バビロンは、アッカドのギリシャ語の変形、バビルで、神の入り口の意味である。これは、紀元前2300年頃から、 バビロニアの生徒で、紀元前613年から新バニロニア王が就任した。バビロニアに関連する女神の一人に、イシュタルがいる。彼女は、アシュロ・バビロニアの神々で、最も人気のある女神で、有名なイシュタルモンの講演者である。彼女は、シュメール語のイランナに相当し、アッカド語では、イシュタルと呼ばれた、北西セム人の女神アスタルトの血族である。 古代ギリシャではアプロディーテ、時々ヘイラーに結びつけられている。イシュタルは受胎能力とセクシャリティの偉大な女神として崇拝されたが、戦争と死、売春婦の守護者としても崇拝された。彼女はまた偉大な娼婦と呼ばれ、聖なる売春は彼女のカルトの一部、またはそれらの先祖の女神を形成した。 多くは売春婦と集大の偉大なある母バビロンのヨハネの目視録の絵とイシュタルは関連付けられている。バビロンは聖書の中で福音記者ヨハネのヨハネの目視録でいくつか言及されている。彼女は十七、三から六、に次のように描かれている。バビロンはまた都市としても言及されていて、通常は一度は輝かしいパラダイスだったのに崩壊してしまい、 堕落の悪魔への戒めとなっている。アレースター・クローリーは、ヒキリスト教、起源いくつかの象徴を提示した、霊視と幻聴で、彼自身の目視録を記録した。別の情報源は、ジョン・ d 博士とエドワード・ケリー教が16世紀に創作したエノキアン魔術の体系である。この体系は、エノキアンという独特の言語をもとにして、二つの言葉が、明らかに関係がある。 一つは、ボビランドで、バイシュンフと訳される。もう一つは、ババランで、邪悪なという意味である。マジック・ウィズ・アウト・ティアーズ、CH-12、ザ・クライ・オブ・ザ・フィフス・イ・サイヤ、ハット・ザ・ビジョン,ン・ザ・ボイス、1998、P54、61、131、グラント・ケネス、ナイト・サイド・オブ・エデン、ロンドン。 フレデリック・ミューラー・リミテッド、ISBN 0-584102062E、ザ・ビジョンザ・ボイス。1998-P129-Sources at Retrieved April 28-2007-For Example, Disauthor at End Time Prophesy Net リトリーブド April 28-2007-Libération18-1 から5ありがとうございます。